愛知県庁大津橋分室は愛知県名古屋市の各丸の内3丁目にある愛知県庁の分室である。1933年に愛知信用組合連合会の建物として竣工。戦後は農林会館として使用された後、1957年に愛知県に寄贈されたものである。その後、長い間愛知県市編纂室として使用されていた。 2015年7月10日、建物の1階に愛知県と名古屋市が共同で設立した愛知・名古屋戦争に関する資料館が開館。同年8月7日、2階と3階に愛知トリエンナーレや現代アートに関する情報を発信するアートラボ愛知大津橋がオープンした。二千十七年五月二十日、アートラボ愛知大津橋は、アートラボ愛知長者町と統合し、 アートラボ愛知に解消した。運営は愛知トリエンナーレ実行委員会が行う。建物は鉄筋コンクリート作りの地下1階、地上3階建てでゴシック風の不柱が3本伸びる登場の階段室と表現主義的なバルコニーの装飾や丸窓が特徴となっている。また、建物周辺には歴史的建造物が多く所在することから文化の道と呼ばれており。 この建物も含め散策スポットになっている。ありがとうございます。